VZ-33 は、チェコスロバキアが、第二次世界大戦前に運用していた豆戦車である。全面走行圧は1 2ト、mm、ル、両側が8ト、mm、ル、上部と、底板は、厚さ6ト、mm、ルであった。7 9 2ト、mm、ル鉄鋼弾に対し、正面は1 2 5ルまで側面なら1 8 5ルを超える距離まで耐えられた。 通常の 7.92mm であれば、全周が 50m まで耐えられた。排気量1.95リットルの水冷式30馬力直列、4気筒エンジンは戦闘室に直接置かれており、最高速度は時速 35km を発揮した。50リットルの燃料タンクがエンジンの左側に位置しており、トランスミッションは全身4段と後退1段を持っていた。 駆動装置の部品は、プラハ社のトラックからの流用であった。サスペンションは、カーデン、ロイド単決手の改良版で、フレーム、ペアになった2つのフレームに、灯しめとホイールキャリアを作った、リーフスプリング、サイドホイールごとに、キャリアによって生まれて2つの小さな天輪で構成されていた。トラックは、木製、金属ライニングフレームによって導かれていた。 キャタピラは 0.5kg、平方センチメートルの設置圧を持っていた。幅1.2メートルの残酷を乗り越えることや、高さ0.5メートルの障害物を乗り越えることができた。ありがとうございます。